全部英語になった。まあいっか。全部英語になっちゃった。オムライス作った。そう、読めた。オムライス作ったって。You cooking ドムライス。あ、オムライスだった。オムライス。でも普通にパッて作って食べようと思ったんやけど、やっぱ作ったらなんか見せたくなるやん。作ったよ、ちゃんと作ったよ今日は。そう。それで結局なんか前髪整えてみたいなしてました。いや、もう食べようかな、冷えちゃうから。はい、スクショ。マヒナのオムライス。いきます。こっち側から食べていけばバレへんな。いきます。うん、うん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 、美味しい。写真撮った。やっほー、いいね。ちむらに、あ、オムライス、そっか。で、完全にバカな子やと思われるってことか。まあでもこの時点でもう無理やな。今日バナナ君、あ、そうなの。ペイペイ行くの。ペイ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 、ピンチの時に強いから、しっかり見届けてきて。え、おいしい。やっぱ自炊っていいな。あ、でもやっぱ人参がちょっと人参だな。やっぱ人参が人参だな。人参が人参のやつあんまり得意じゃなくて、いつも小さく切るんだけど、今日めんどくさくて、これぐらいの大きさ、わかる？これぐらいの大きさに切ったんですよ。しっかり人参の味する。お、まだ食べてないみたいですね。なんでオムライスって女子の得意ラン、え、なんかあれじゃない？手っ取り早くなんか料理してそう、してる風に見えるくない？しかもなんかさ、味付けもさ、なんかもう塩と砂糖間違えん限りは、ケチャップっていうもうすごい天才のおかげで、一つになるやんっていう。で
まあなおさら見栄えもいいやんか。なおかつなおさらやなおかつ卵のってケチャップかけて上から彩りあってしたらもうそれっぽく見えるからじゃない。あとオムライスって言ったら可愛いみたいなとこあるんじゃない。でも今日はほんと最近なんかウーバー頼んでるからさ今日はまあ作ろうと思って、そうそう、あオムライス食べようと思って手っ取り早くお腹いっぱいになるわと思ってガーって冷蔵庫あさって、そしたら人参と玉ねぎ発見してウインナーがなくてハムしかないけど全然ハムでもいいやと思ってハムにして、あと野菜炒めしようかなと思ったんやけどもうお腹すいたから途中でやめた。手っ取り早く冷蔵、そうなんよ、あの大体のあれでできるやん、カレーとかもやけどさ、もし足りんかったら肉じゃがにすればいいしとかさアレンジ効くやん。だからその自分の得意料理はあんまりなくて、だからまあ冷蔵庫にあるものでパパッと作りますっていつも言ってる。でも全然料理最近してないんやけど、でもやっぱしてなかったからといってさめっちゃもう味付けが変になるとかわけでもないやんか。でも直感やん料理ってがやっぱ楽しいなと思う。満足感あるし0円で、このクオリティっていう。お話し会7時間目か8で一生待ってる。8かな。なんかあのよくさ私が癖の強い魚が嫌いですって言うやんか。そういう感じで人参って結構人参ですっていう主張が激しいからあんまり得意じゃないよな。カレーの人参はすごいカレーやから好きなんやけど、なんかわかる？カレー顔の人参やんか。人参なんだけどカレーやんだけど、そういうなんか何にも染まらへん結構主張がそのままの、まあオムライスだけど人参やなこれは単体やな人参って感じがあんまり好きやない。うん、酢豚とかカレーとかシチューとかそういうの以外はあんまり人参好きじゃない。ちょっと待って、あその手があったか。そうなんやな、あんまり人参臭くない。なんかウサギがあんまり好きじゃなそうな人参が好き。うん、まああわよくばあんまり入れたくはないんやけど、それ入れんかったらもうほんまにないやん。その忠実にさオムライスとかカレーとかに忠実に料理するタイプの人間じゃないから、なかったらなかったらなんかで代用しよう。そうそうそうって感じやから。まだ食べてないように見える？こっち側もない。
んにちは。パクチーは私多分あんまり食べたことないよな。多分うわこれがパクチーかって思ったことがあんまないから食べた記憶はない。どういう野菜なんかわからない。初見ありがとうございます。10から集中、あ、10時から終電スロース。めちゃめちゃ噛む。10時、はい、10月からスチューデンツロスさん。名前変えた？これふーちゃんロスだった？名前わかんないけど、あー涼しい。料理してたらもうめっちゃ汗かいて暑いと思ってもうエアコンガンガンにしてもう空気の入れ替えしてる。おいしそう。でもやっぱ玉ねぎ、私オムライス作るときは玉ねぎめっちゃ多くして、てか具材をめっちゃ多くしてご飯をちょっとにするっていうつけ麺方式。つけ麺の時も野菜を多く食べて麺を少にする。そしたら自然と食べた気になるっていうか、だからこんだけ食べてお腹いっぱいやなって思うけどほとんどが野菜みたいな。っていう感じ。おいしい、うれしい、グリーンピース、うん、寒い寒い。マッシュルーム、マッシュルームでオムライスってこと？私マッシュルームを買う習慣がなくて、マッシュルームがどういうキノコなのかあんまり分からんのよな。キリパのお悩み相談告げばいい。いやね、これはですね、あの私は自分のラジオでお悩み相談やってるんですよ。マヒナのお悩み探偵っていう立派な探偵をさせていただいてるので、そこでねやっぱそう、キリパでもお悩み探偵をすることになってしまうとすれば、やっぱ悩みにあふれた人たちがどこに悩みを送ればいいのかっていうのが一瞬でも悩んでしまうので、お悩み探偵に関してはスタキュンだけ。もしねチリパで、もしチリパでなんかコーナーするとしたら違う、全く違うやつかな。
れ様ひな食べてるよ。最近探偵コーナーやってなくない？え、なんか最近なんかあのリスナーさんでさ、年中無休でさ、あのそういうコーナーにお便り送ってくれるかっていうよりは、こういうお便りを待ってますって言ったら送ってくれるんですよ。だから最近あのお悩みがないのかな、みんなか。私たちが最近あのお悩み探偵あんまりしてないから、それでかもしんない。最近他の情報とかが結構多くて、そのコーナー自体あんまり最近の会話してないですね。でもなくなったとかは絶対ないから、またするよ。あ、なんかねゴルフ場にさキノコいっぱい生えてんの知ってる？ゴルフ行くやん、なんかあらゆる場所にキノコ生えてんの。なんか前写真撮ろうと思ったんだけど携帯持ってなくて撮れんかったんや。いろんなキノコがいたの。そう、なんか一回あ、たまったと思って撃とうとしたらそれキノコでからキノコじゃんってなったことある。毒キノコ、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 うん、うん、あるよね TikTok。 松茸超高級、すだちかけて食べるんけ。ゴルフ場にすだち持ち寄ってから毒キノコかもしれんよね。で、触らんかったよ。さすがに私も毒がある、キノコには毒があるやつがあるっていうのは知ってるから、さすがに触んなかった。眺めた、距離を取ったけど、距離を取って眺めた。おいしい。うん、配慮もありがとうございます。どこのゴルフ場行ってもしそれで私がじゃあ毎日ゴルフに絶対ないよ、 100% ないけど、あの毎日ゴルフに通ってたとして、このゴルフ場行ってるよって言ったら結構大問題でしょ絶対。だってファンの方でもゴルフしてる方いるから、そこで出くわしたりするやん。だからどこのゴルフ場とかは言わないけど、でもあれらしいよ、なんかやっぱいろんなところ全然違うからさ、コースもいろんなとこ回ってっていうのが楽しいんだって。ここは難しいとか簡単とか、うん、ピオネさんありがとうございます。初見ルーチありがとう。
ピオネさんありがとう。マリトッツォ。この時間にさ、ご飯食べたらさ、夜絶対お腹空くね、今思ったわ。今思ったわ。食べました。ごちそうさまでした。どんな未来がこちらを覗いてるから、君の強さと僕の強さが、ほら、音符ありがとうございます。夜ご飯オムライスかきのこきのこってどうやって食べるの？野草のきのこを買って食べるの？おしめななめさんありがとう。お米さんありがとう。初見。私はオムライス。台風はどんな感じ？今ってさ、お台風風の時こんなんやったな。これ顎がなかったらこうやって生きて、あんまり小ムスター、ゆっくり来とんや。
シルバーウィークって今のこと言うんや。日曜日か月曜日かけて。いや広島もやんな絶対。広島はほぼ明日ってこと感じ？すでに風強って、すでに少し風、またほんま日本語喋れへんからってきた。今日すでに風少し強い、やっぱ出とるってことか。いやほんまに大変やな、予兆ってやつか。ひなてさん、マスカット、何さんやろ、スーパーさん。あ、ひなってそうやん。さっきハム来たよ。お話し会7時間目か8時間目にするか迷っとるって。一緒の日かな。橋とか封鎖されますかね。何橋とか、なんだろう。どんな未来が。岡山アレキサンドリア、アレクサンドリア、アーティスト？カットの一緒なんや。全然意味わからんこと言ってたわ。もっともっと大切に増やしていこう。明日は卒業公演ですね、ほなたん。台風来てもするのかな。でも仮によ、台風来てさ、新幹線止まったら来れない人もいるわけやんか。飛行機とか。そ
それもするんかな。でも今の時点で出てないってことはするんかな。昼は花だれ公園だよね。夜がマイカだよね。ちなみに行くよって方いますか。でもなんかあれだよね、台風とかってさ、すごい注意してください注意してくださいっていう時こそ結構あっさり終わったりするよね。でもそれってなんでかっていうと、注意してください注意してくださいって言ってくれる人がいるから、こっちは警戒して警戒して、そういう大きい台風が来た時にも揃えれるわけなんですよ。だから大したことないじゃんじゃないんだよ。そう言ってくれて、言ってくれたからちっちゃくても対応できた、大きくても対応できたねっていう感じ。そうなのよ、大したことなかったからよかったねっていう幸せなことなんや。昼の腹だれ、昼の花だれ、花だれって何？花だれか待って、今なんか変やわ私。昼の花だれしか行けない。夜は仕事ってこと？明日実際に行きますよって方、もしくは配信見ますよって方、なんか明日は当日券もあるみたいで、時間が、お時間ある方はぜひ見に来てもらえると嬉しいな。いつも一緒にいたかった。あ、ゲバントのチケットゲットできましたか。みんな申し込み行けた、取れた。ジャズとのゲバントのコラボ、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、あのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう叶わない忘れる勇気だけ欲しいよ、今でも覚えている、あなたの心
色さえもそわざげ、星の森へ帰るように、自然消えて小さな仕草も、いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった。撮れました。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま。2番がよくね。出会った秋の写真には遥かな笑顔、ただ嬉しくてこんな日が来ると思わなかった。ああ、まばたきもしないで、あなたを胸に焼き付けてた。恋しくて、あなたの声聞きたくて、消せないアドレス M のページを指で辿ってるだけ。夢見て目が覚めた、黒いジャケット後ろ姿が誰かと見えなくなってゆく。そわざげ星が森へ帰るように、自然に消えて小さな仕草も、いつまでもあなたしか見えない。私も いいよね、2番じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃん、ありがとうございます。おしめななみさん、りゅうじマジッポありがとう、モンブラン。さっき見てた夢を思い出せない、すぐ消えてしまって切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。風を待とう、この岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差が晴れて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you、 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても、 I wanna see again、ただ会いたくて、それが恋と気づいた今さら。反戦のように僕は何もできず、凪の中にいた。
やりたいことを見つけて、都会へ行った君は元気か、夢は見続けてるか、風が吹くよ入り江を抜け、街は見てた春と一緒に渡り鳥が帰ってきたら、僕はやっと君に言えるんだ。 I guess I'm loving you、 溢れる気持ちどう話せば伝わるだろう。 I wanna hold your hand、 抱きしめたいよ、涙のように切ない願いを。オムライス食べた。綺麗さっぱり。はじめはね、半分ずつ食べてて、前から見たらオムライスまだ全然食べてないよみたいな感じだったけど、全部食べちゃった。うん。風が吹いてくるまでに、すごくは桟橋に立って君を待て。風を待とう、この岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差しが晴れて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you、 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても、 I wanna see again、 ただ会いたくて、それが恋と気づいた今さら。パチパチパチ、うん、いつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。めっちゃシティの曲が流れる。行き先は知らない、今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、窓の向こうには田園が広がる。一人ごとで語るくらいならば、たまたまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなその目的地には夢に気づく者はいない。ぶつぶつつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。何なんだろう、何でかかるんだろう。次の電車は何時なのか、忘れ物を思い出して、僕は何を今すべきか、ちゃんと街へ帰ろうって思う。もう誰ももう何も羨ましくなんかない。独り言ではなくて大きな声で僕は叫ぶ。僕の夢はもっと近くにある、ここまで来て気づいたんだ。独り言で語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所で
どんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には夢に気づく者はいない。ぶつぶつつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。ありがとう音符。ほらめっちゃなんか続いとるわ。次一瞬のスリル流れとる。夢力ペダル20スーパーサマーって言うだから 4,5 曲続いたね。あれでしょ、終わり。あんまり失礼な曲いつも歌うことないんですけど、今日もね受付が始まった。ゲバントさんとのコラボ、ジャズのコラボの受付が朝の10時に始まってて先着順なんですよ。今はどうなんだろうか分かんないけど、ほんと朝とか 2,3 時間ぐらいアクセスが集中してて繋がりませんみたいな感じだったんよ。あ、いろんな人が来てくれるのかなって思いました。興味のある方はまだねちょっと先だからさ、あの休みをもし1ヶ月前に取れるって方とかは来てほしいなって思うし、逆にまだ分かんないって方もいらっしゃるかもしれないけど、昼夜と2公演あるので歌の公演ってなかなかないからすごい楽しみだし、今回初めてジャズとのコラボっていうことで ST 楽曲を披露させていただくことが決まっています。もう ST メンバー本当に歌が上手い子がたくさんいるから、ね、歌でも ST を輝けるんだっていうところをしっかり見せれるような公演になればいいなと思います、うん、まだだってまださ2ヶ月はもうないけどさ1ヶ月半ぐらいあるからさ、まだ余裕ぶっこいてるけどさ、近くなってきたら普通に緊張してやばいと思う。気になってくださる方がいたら、あの私もツイッターの方で引用リツイートとかしてるから、それを詳細をちょっと見てほしいなって思ってます。あとはお話し会の受付も絶賛始まってるので、会えるお話し会ももちろんオンラインお話し会も参加してもらえると嬉しいです。それじゃあ今日はまた見に来てください。明日も実際に見に来れない方はぜひ配信で見てくれると嬉しいです。じゃあランキング読みます。
13位は三千ネギさん、12位はリーチ、11位はユナイテッドさん、10位は TMFM さん、9位はエレメンツさん、8位はニャルタン、7位は10月からスチューデンツロスさん、6位はイグナコ、5位は森翔、4位はピオネさん、3位は青木地、2位は徳とまるさん、そして本日の第1位はルル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 今日も一日お疲れ様ひな。また明日も台風とかの備えしっかり今日のうちにしといてくださいね。もし困ったことがあれば私は防災を担当、防災 SC の防災担当になろうと思ってるので、みんな気になるこういうことのしてほしいとかがあればすぐにツイートできる準備だけしとくので、備えだけしっかりしててくださいね。そう、飛びそうなものとかお家の中に入れたりとか、網戸を頑丈にするとか、花壇とかもね、花壇は無理か、苗とか。ましちゃん防災、そう防災のね番組終わっちゃったんだけど、まあ、防災でせっかくね習ったものをそういう時にね発揮できなかったら、できなかったら何のためにやってたんだってなるし、意味がないと思うので、それは私のツイッターの方でもたくさん今まで何回も出してきたので、検索のとこあるじゃん、プロフィールのヘッダーのとこらへんに虫眼鏡っぽいマークがあるんだけど、そこで防災って打ってくれたりとか、地震とか大雨とかって打ったら絶対出てくるのね、何かの情報が。もしなんか Google とかがパンクして検索できなかったとしても、そういうので見てくれたりとか、あとはそうだね、今のうちに携帯充電とかバッテリー充電しとくとか、絶対必要になるなった時のことを想像して、ちょっとすぐに目につくところに物を用意しとくとか、そういう簡単なことでも全然しとくと違うと思うので、